トーマス・エドワード・ケチャム。トーマス・エドワード・ケッチャムは別名ブラック・ジャック・ケッチャムと異名を取ったアメリカ・ニューメキシコの犯罪者で1901年に公主刑になった。彼はアメリカで最も有名な公主刑の写真に登場する人物である。彼はニューメキシコ準州で仲間と列車強盗を行っていた強盗団の一員だった。1899年8月16日に 列車強盗を行おうとして車掌にショットガンで腕を撃たれて落馬し倒れているところ発見され病院で手当てを受けて治療のために腕を切断された裁判のためにクレートンへ送られると重罪たる鉄道への攻撃により死刑が宣告されたこの罪で死刑になったのはニューメキシコ巡州で彼一人だけであるクレートンで公死刑が執行されたがクレートンでは誰も 公主刑を執行した経験者がいなかったために手間取り、公主刑が執行された時、ロープが長すぎたため、首がちぎれてしまった。遺体は、ちぎれた首を縫い合わせて、クレートン墓地に埋葬された。この時の公主刑の写真はハガキになって広く販売され、現代でも有名な公主刑の写真として使用されている。ありがとうございます。